こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を入れながら大相撲の世界をお伝えするまっちゃんねるです。私が元幕下力士松本幸です。アシスタントの山本幸です。さて今日はね、春場所12日目が終わった段階で収録してましてね、まあ、これアップするのが13日目なんで、また明日どんなドラマが待ち構えてるかは分かんないんですけども、そうですね、まあ、とりあえず今日までのことで、いろいろ優勝予想とかね、注目すべきことなんかをね、お話ししてほしいなと思うんですけどね、12日目終わった時点でトップと2位差がついたんでね、そうですね、走ってるのが若隆景と高安ですね。そうですね、この2人が1敗で、そして3敗で御嶽海と琴ノ若が勝つという要素になってます、はい、明日が楽しみなんですけどもね、2位差がついたんでね、うん、トップ走ってる力士にとったら、ちょっと余裕を持って相撲を取れるんじゃないかと思うんですけども、白鵬とか盤石の力士が2位差がつくと、ああもう今場所も決まりかなっちゃうんでしょうけど、はいはい、高安にしても元大関で今は平幕の力士、若隆景にしても場所ごとに強くはなってるものの、今からどんどん力をつけていくっていう力士なんでね、どちらが優勝したとしましても初優勝ですからね、でまた優勝争いの経験っていうのは若隆景にしてみたら初めてで、高安にしたら何回か苦い経験をしてるんで、どっちに転ぶか、またこんな嫌という方になるか、12日目のインタビューを聞いてたら、楽しく取ろうじゃないかっていうようなね、いそうなイメージがあったりするんですけども、今回はちょっとリラックスをあえてしてるんでしょうね。そう、もう自分に言い聞かせて、それも経験済みだというところがあるから、若隆景にしてみたら、もうこの調子ですよ。そうですね、でも本当に強い、阿武咲に勝った時ですかね、はい、あの相撲を見た時に、勝ち方が挟みつけて吹っ飛ばすぐらいの、もちろんうまい相撲を取るけども、パワーがあるはず押し相撲に変わってきたなという見方をしたんですよ。そうですね、うまさだけじゃなくて強さが出てきたっていうことを言ってましたね。まあね、私ずっと若隆景入幕してぐらいから自分の目で追いかけてるんですけども、最初はうまい力士だな、相手に相撲を取らせずに取り切って勝つ力士だな、でだんだん上位でも通用するってなった時に三役に上がってきて、でいよいよ今度はもうパワーを身につけたら、大関に年内どころか夏ぐらいに行っちゃうんじゃないかなというぐらいの勢いはありますね。まあ私も若隆景はいい成績を残すと思ったんですけども、優勝候補に今場所なるとちょっと思ってなかったですね。そこまで。力すごいつけたし、その勢いの若隆景と高安。私ね、何年か前に大関上がるか上がらないかぐらいですかね、東京の武蔵川部屋に遊びに行った時に、高安で稽古来てましたよ。そうです、はい、稽古終わってマネージャーが福岡の元兄弟子ですって言ったら、福岡の知り合いのマッサージする方を知ってて話してくれました。そうですね、それ以来ね、めちゃくちゃ高安応援してる僕は。そうですね、はい、ぜひね優勝してほしいっていつも言うてるんですけど、ね、そうです、スピードを出し切れば。そうですね、どうしても高安って重い腰してるんで、はい、落ち着きすぎて長い相撲になることが多いんですよ、ね、今日もね四つになった時に長くならなければいいのにな、勝っても長くならなければいいのになと思ってたら、結構速いスピードで御嶽海をね、寄り切ったんで、あ、今場所いけるのかなと思いました。明日からですよ、後半の3日4日がね、でも今日御嶽海にいい相撲で勝ったんで、この調子でいけば千秋楽まで乗り切れるんじゃないかなと思いました。あとね、私こう今場所初めに琴ノ若も面白いですね、先場所の優勝戦線をしたんで、いい相撲取るんじゃないですかって言ったら、やっぱり良かったですね、これから上位と当たって今度はもう経験ですね、もう横綱大関と対戦するっていう経験を積んだら、だんだん勝てるようになってくる、体がでかいしね。はい、そうですね、まあ、本当に楽しみなんですけどもね、一方でね、こう角番大関の2人、まあ、貴景勝はまあなんとか角番出しました。正代は、名前直屋ですか、の直で立ち直るって書いてある場内にかかった時に、私はもうこれ立ち直るより開き直るのがいいんじゃないかとね。なるほどね、もう開き直ってやれば、
勝ち越しも見えてくるんじゃないのかなと思ったら、本当にね、こうだいぶこう開き直って、いやいやもう昨日今日は一昨日の相撲で、うん、来場所まで続くと、うん、来場所優勝候補ですよ。そうですね、うん、やっとねこうなんか迷いが吹っ切れたって、それこそもう開き直りかもしれない。もう立ち直るのはもう、うん、立ち直るんやったら初日から立ち直ってますよ、開き直るのに5敗かかっちゃったわけなんですけど、もう開き直ればもう、うん、勝ち越しますよ、まあ、10番もありますよ、からね、勝ち越せそうです、うん、また来場所に続けてほしいなと思いますね。そうですね、うんうん、それと若隆景の兄さんの若元春も勝ち越しました ね、 ね、なんか今日の一越インタビューで、自分でも信じられないぐらい力が出るということを言ってたんですけども、うんうんうん、若隆景と違ってなんかニコニコした、はい、若隆景はちょっとクールな雰囲気で、ね、あんまり笑ったりしないですけども、若元春の方はねニコニコしてちょっと丸い顔して、私お父さんっていうのを知ってるんですけども、大体同世代ですよね。そう、私の2年ぐらい下の、はい、後輩力士なんですけども、幕下のね、お父さんに似てるんですよね、次男さん。次男がお父さんに、ちょっと丸っこい顔して。あ、そうなんです。高影の方はお母さんと思いましたね。ちょっと感じが違います。似てるのもちょっと違いますね。そうですね、楽しみですよね。荒汐部屋がね、上の方が強いんで、そ上がどんどん下に稽古つけて、底上げして、三段目力士は幕下にすぐ上がってきますよ。まあ、今日の時点ではあと3日間、うん、次回はもう優勝が決まった翌日のアップ。そうですね、まっちゃんねる月曜日なんでね、はい、次は皆さんお楽しみにしておいてください、ね。はい、また月曜日に私の意見がどう、はい、またどうなってるか、今まだ参拝力士って言ってる人が、ひょっとしたら、ひょっとしたらあるかもしれない。まだまだ分かんないです、はい、ということでまた月曜日楽しみにしてください。本日もありがとうございました。またさよなら。